連合の吉野です。本日は2024春季生活闘争闘争開始宣言2.5中央総決議集会を開催予定でしたが、悪天候が予想されることから、残念ながら開催を見合わせることといたしました。しかしながら、この動画にて、私から本年の闘争開始を表明する中央闘争委員長としてのご挨拶をさせていただきます。はじめに1月1日に発生した 能戸半島地震により、亡くなられた方々へのお悔やみと被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。日本全体で被災地域の復旧・復興を支援していく必要があり、連合としても対策本部のもとに全力で支援活動を行ってまいります。我が国の経済社会が新たなステージのもとで、好循環と活力を取り戻すことが復旧・復興支援の環境を整え、 スピードアップにもつながると確信していますさて、本日は会場に集まっての決起は叶いませんでしたが、かつてない正念場となるこの2024闘争、連合に加盟する組合の思いは一つです。長年続いてきたデフレマインドを払拭する、日本全体を覆っていた閉塞感を打破する、コロナ禍を乗り越えて連合は春季生活闘争を 未来へ進む足がかりとするため、未来づくり春闘を掲げて、この数年取り組んできました。一つ一つの組合が、人への投資と月令賃金にこだわった懸命な交渉に取り組んだ結果、2023闘争では、かつてない成果が報告され、日本社会のステージを変えるターニングポイントとすることができました。しかしながら、その結果には産業ごと、 企業規模によってばらつきがあったことも事実であり、いまだ実質賃金の改善には至っていません。だからこそ、みんなで賃上げ、ステージを変えていきましょう。経済も賃金も物価も安定的に上昇する経済社会へと新たなステージを歩むことができるのか、この2024闘争にかかっています。まさにここが正念場です。 2024闘争方針は、昨年よりもさらに賃金要求水準の表現を強め、二重点の覚悟で取り組むことを連合全体で確認しました。昨年を上回る賃上げ、5%以上の賃上げ、連合の旗はまっすぐ前に向かいます。みんなで賃上げの実現は、価格転嫁、価格交渉、環境整備がポイントです。 昨年の11月末に政府が取りまとめた労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を活用し、大手企業は能動的な価格転嫁の努力を、中小企業は遠慮せずに価格交渉を、そして政府はその環境整備に力を入れてほしいと思います。中小企業も含めて賃上げの原資をしっかりと確保する。これがみんなで賃上げ。 の必要条件です物やサービスは安ければ安いほど良いということではなく働きの価値に見合った適正な価格が大事です。このことを企業はもちろん私たちを含む多くの生活者にも周知啓発・啓発していくことが必要です。1月22日に実施した性労使の意見交換においても改めて主張したところです。 連合としても地方連合会を通じ現在全国各地で開催されている地方版政労使会議の場,の活場も活用し建設的な対話を重ねることにより指針の周知と賃上げの必要性について共通認識の醸成を後押ししていきます最後に規模間格差に加えて雇用形態間男女間の格差是正も重要です これらと密接に関わるジェンダー平等に触れないわけにはいきません。ジェンダーギャップ指数は、146カ国中、過去最低の125位に後退しました。日本の課題は、政治と経済です。経済分野の低迷を打破するためには、男女間賃金格差の是正に向けて、長時間労働を前提とした働き方の見直しと合わせ、男女がともに 家庭とキャリアの両立、調和を図ることができるようにすることが不可欠です。連合は引き続き政府、使用者団体、そして世論や社会を巻き込んで、この春季生活闘争を作り上げていきます。みんなで賃上げ、ステージを変えよう。全ての組合が、全ての組合員こそが、この闘争の主役です。私たちの力で社会を変えていこうではありませんか 共に頑張りましょう。ありがとうございました。